何にギャリ、1940年10月2日から2019年10月12日は、イタリアの元レーシングドライバー。日本語では、何にがりとも表記される。本名は、ジョバンニ・ジュゼッペ・ジェルベルトがあり、ボローニャ出身。主にアルファロメオのワークスチームで活動した。アルファロメオティ1歩33、3で、ニュルブルクリンクを走行する。 ギャリ1968年のムジェロサーキットでのレースで優勝、タルガフローリオにイグナツヨーギュンキと組んで出走し、2位表彰台を獲得。ルマン24時間にアルファロメオティーポ33、2で出走して4位入賞した。1969年のルマン24時間レースのみ、マートラからエントリーして7位で完走した。1970年のルマン24時間レースは、 ドルフ・シトメレインとティーポ333で参戦するが、マシントラブルでストップした後押し掛けを行って、コースに戻ったとして、失格になった。1970年、地元のイタリアグランプリにアルファ・ロメオのエンジンを搭載したマクラーレンでデビューするが、予選落ちした。1971年にやはりアルファのエンジンを乗せたマーチ711で出走した。 1972年は、新チームのテクノに加入。非選手権レースのイタリアグランプリで3位表彰台に立つが、選手権では成績を残せなかった。フランスグランプリではパドックでサッカーをして、腕を骨折したクレイ・レガツオーニの代役として、フェラーリをドライブした。1973年は、フランク・ウィリアムズのチームイソ・マールボロに移籍するが、モナコグランプリを最後に引退した。 ありがとうございます。